山マウロのラジオアニマミックススターリング。皆さん1週間ぶりです。パーソナリティの宮野守です。おー、3月だぜ。もう3月の2日だぜ。ひな祭りなんだね。うちは子供の頃ペチョコちゃんがお家にいたのでなのでひな祭りをちゃんとひな人形を飾ってました。うん、やっちゃいけないんだけど、そのひな人形のお代理様が刀持ってるじゃない。あれを抜くのがね、やっぱり子供心には楽しみで仕方なくて、おひな様を見るよりもそのお二人様のちょっと刀目当てみたいなところありましたけども、でもちゃんとペチョコちゃんのために、あの家ではなんすか、おさんペチョコちゃんって何かって話ですか。いや違う違う、妖怪って失礼だな。妖怪じゃねえわ、妹のことだわ宮野家ではそう呼んでただけだろ。なんだ妖怪って、謝れうちの愛ちゃんに愛ちゃんに謝れ。愛ちゃんね、愛ちゃん聞いてるかな、聞いてないかまあだからひなあられとかも、ひなあられってさ大きいの入ってんじゃんあればっかり独り占めしてたよねペチョコちゃんはちっちゃいの食べて俺は大きいの狙いだったね、ひなあられ。うん、あの皆さんご家庭で今ちゃんとそのあのひな人形とか飾ったりするのかね。ね、でもやっぱいいもんですよ。うん、古き良きものをね忘れずに、日本の伝統を忘れずにいるっていうことはですね、あのでもなんかいろんなヒントになる、今思う。なんかあの今の仕事やってると何でも取り入れられるっていうか、例えばひな祭りもしね近辺にあのライブをやったりとかイベントをやるとしたら、きっと何かを絡められたりとか、そうするときに知識とかないと広げられなかったりするから、俺今すごいいいこと言ってない、ね、今俺オープニングですごいいいこと言ってない、小沢さん。俺今だからこれ以上やめようかなと思って、柄じゃねえな。さあということで最後までお付き合いください、よろしくお願いします宮野真守のラジオアニメのミックススターリング、イエーイ。この番組はアニメ総合エンタメサイトアニメのミックスキングレコードの提供でお送りします、イエーイ。ではメールを読んでいきましょう、いきましょう、いきましょう、メールを読みましょう。じゃあ、小沢さん早くよこしてもらっていいですかね。あのミュージカルメールを読みましょうが始まってしまうんで、メール、メール、今日は何かな？メール、メール、さっさと渡せ。あ、来ました。ラジオネームユニさんからいただきました。スタードライバーザムービーの、関するいっぱい来たよっていうね、メールですね。ありがとうございます。マモ版は、マモ版は。スタードライバーの映画、そして舞台挨拶見に行きました。映画は本当に初めからずっとクライマックスで、あっという間に、え ?2 時間半?という感じでした。笑いあり涙ありで元気をもらいました。舞台挨拶では福山さんとのメールのやり取りの話や、作品に対する皆さんの熱い思いが聞けてよかったです。ありがとう !PS、早見さんは天然なのでしょうか?かっこ笑い。そうなんですよ。もうなんかもう話したいことがいっぱいあるんですけど、どっから触れていきましょう。あの福山さんとのメールのやり取りっていうのは、あの試写会に福山さんが見に行かれて、で僕はその日に行けなかったんですけど、福山さんからメールをいただいて、あのよかったよとすぐメールをくれて、僕なんてねオープニングで泣いちゃったよっていう福山さんの熱いメールが来て、あの俺はこの作品が好きなんだなっていう熱いメールが来て、早くないですかって僕が返して、泣きどこまあ確かにあるけど、福山さんはオープニングで泣いたっていうね、で僕は早くないですかって、返したんですけど、福山さんからまた言うも泣いちゃいなよみたいな、早くみたいな、早く見たいですって僕も言って、そういうメールのやりたいとかあって、僕もねやっぱね試写会見てやっぱ感動して、
なんか第三者の目線でやっと見れたというか、ファン、本当一ファンとしてこの作品を楽しんでしまいましてですね、最後はタクトの思いにこう心を震わされてですね、自然と涙が出るみたいな感じだったんですけど、それで舞台挨拶も参加させていただいて、でまあいろんな方々と一緒にやったりとかしたんですが、あの初日の一番最初はプロデューサーの方と宮野と福山さんとそして早見さんとやったりとかしたんですけど、舞台挨拶を。で早見さんってとてもこう柔らかい感じで穏やかな感じで、とても素敵な、僕大好きなんですけど、とても素敵な子で、真面目でまっすぐで、とてもいいなって思ってて、そしたらですね、ステージに立つとこうなんか急にこう天然ぶりを発揮するっていう意外な一面を僕はちょっと見てしまって、恐ろしいなって思ったんですけど、早見さんまず一番最初の舞台挨拶がなんだっけ、何個かあったんだけどな、面白ワード、なんか最後の締めの挨拶の時になんかもう本当にもう朝も早くから朝の空気の中みたいな、なんか朝早いことを急にえ、そんな朝でもなかったですよ、もうあの映画も見終わってもう昼ぐらいの朝ですけど、朝もう早くからすいませんみたいな、いやみんなあのね、好きで見に来てくれてるしみたいな、なんかちょっとね、そういうなんかあのわちゃっと楽しくなるみたいなあの瞬間もあったりとかして、で次の舞台あの場所の時にはあのいろいろね思いを伝えた後に本当に、この映画もうあの長い時間ですが違う長丁場で違うっつってどんな何言うのみたいな、あボリュームたっぷりみたいなこと言いたかったらしくて、あのたくさんあの要素が詰まってるよみたいな、でそれがずっとこう最初からこう続いていくよっていうそのことを言いたかったんですけど、きっと早見さんは本当に長い時間ですがお付き合いくださいみたいな、なんかことを 言い始めて、はあ、面白いなって思って、はい、あとなんだっけな、この作品はもう全てがクライマックスみたいな、キャッチコピーがついていますがいやついてはいない、全てはがクライマックスっていうね、ね、ボリューム感で、楽しめる映画だけども、そのキャッチコピーはまだついてないみたいな、そういうなんか急にこう早見さんの天然プリみたいなものが愛おしくなってしまってですね、とても楽しいあの舞台挨拶になりました。アフレコでは違うのって小沢さんが今聞いたんですけど、アフレコではすごくなんだろう、しっかりしますよ、むしろ引っ張ってもらってたぐらい、和子の芝居に、うん、和子が本当に天真爛漫で、本当にまっすぐで、うん、でも抗えない運命を抱えてるみたいなところを持ってるキャラクターなんですが、それをこうもうバチッと若い力で演じきって、なんかそれに僕は引っ張られてタクトっていうのが生まれたんじゃないかなって言っても過言ではないぐらい、やっぱもう結構僕は高校生というにはちょっとね年を取りすぎているのであの早見さんの、うん、若い力みたいなものにはすごく助けられましたね。呼びませんか早見さん、おりここにラジオで話すみたいなことってなかなか面白くないですかね、えやってみたいですね。あのちなみにここに来たいって言ってる方がいっぱいいるんですけど、いつかは、あとほら今ちはやふりやって瀬戸ちゃんとかかやのさんとか、まあ全部お皿チルドレンなんですけどまあ瀬戸さん違うか、かやのさんもねお皿さんと一緒にラジオやってますもんね、そこでなんかいろいろ宮野さんの話とかを聞くらしくって、かやのさんが宮野さんとラジオやりたいですって言ってくれたりとか、あのかやのさんもね独特な空気を持ってらっしゃる方なのでなんかちょっとねそういう若い力とね、なんか若い若い言ってるけどさっきからねえ一緒にやりたいですよ。まあ入野くんとかさほら、うん来てほしいし、みゆくんね、あとなんだっけ、高忘れちゃったな、
もう一回じゃあ次のメール読むうちに思い出す。あ、精霊さん、精霊さんですね。こんなメールも来てます。子供剣士たくさんね、反響あったよってメールですね。ラジオネームゆかのさんからいただきました。ありがとうございます。まもちゃん、おさらさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。突然ですが1月から始まった子供剣士見ました。今回はスピンオフという形ですが、まさか狭間さんの大人の声をまもちゃんがやるなんて。毎回冒頭のナレーションで、今日も私の背中には警察官僚としての責務と思いランドセルがのしかかっているというフレーズが大好きです。今後の、展開も楽しみにしています。これ子供警察福君が、主役をやってる作品があって、そこで声優さんね、今までこうバンバン出てたりとかしたんですけども、今回私がですね、狭間さんの大人の時の声、結構大人な設定で僕もびっくりしたんですけど、セクシーゾーンのマリウス君がやってる役なんですけども、その僕は大人の声をやらせていただいたところ、ものすごい僕も反響をいただきましてですね、この番組にもいっぱいメールが来たそうなんですけども、僕のところにもですねいっぱい声が届きまして、見ました見ました、まさかマリウスからマーマの声がみたいな若干興奮気味の皆さんのお言葉をいただいて、あ、すごい、みんなこんなに見てくれるんだみたいな、あ、てか気づいてくれるんだみたいな、すごく嬉しかったんですよ。はい、声だけのね、視点ではございますが、ちゃんとキーポイントで推理したりとか、重要なところをね任されていたりとかするので、ぜひ皆さん今後ともですね、子供警視をですねチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。子供警視、皆さんよろしくお願いいたします。リクエストね、たくさんメールをいただいている中、今このタイミングで、この曲をですねぜひ、リクエストお答えしたいなと思うんですけど、知らぬいさんからいただきました。マモちゃん、ママバン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 は、私は今高校3年生で春から大学生になります。ほとんどの人が別の大学のため3月に控えた卒業式でお別れなのが辛く、当日は全力で泣きじゃくりそうです。そこでマモちゃん、卒業デイズを流してください。卒業ソングなのにポップ、思わず笑顔になれる曲で気に入っています。友達も、友人たちもこの曲をとても好きだと言っていました。ありがとうございます。もう一枚、予備して希望美穂、あ、違う、予備して希望ホミホミこれは間違えるわ、ホミ、からいただきました。ママちゃん、マモバンはマモバンはもうすぐ卒業シーズンですね。というわけで卒業デイズをリクエストしていいですか。いいですよ。卒業ソングなのにテンポも良くてすごく好きです。私も、この春高校卒業するので、この曲の、ここからが新しい始まりで終わりじゃないという歌詞がすごく身に染みます。私もこの言葉を胸に新たなスタートができればいいなと思います。よろしくお願いします。やっぱりその卒業の時ってちょっとしんみりするイメージなのかな。でもやっぱ卒業こそさ、それこそ本当に新しい始まりだから、楽しくね、みんなで楽しく最後まで騒いで終わろうぜみたいな、で、ま、終わりじゃないからね、また会おうぜみたいな、新しい、そう、一歩踏み出そうぜっていう曲なので、僕の、歌わせていただいている卒業デイズは本当にポップで楽しい歌になっておりますので、精霊さんも参加している曲なので、本当そうなんですよ、精霊さんも参加しているこの卒業デイズを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。宮野守で卒業デイズ。
豆知識。宮野が知らないような豆知識を送ってもらう、そんなコーナーですよ。前回はとんでもなく長い本のタイトルを紹介しました。した、うん、知らなかったその本のタイトルで、なんか略称を僕は適当に言ったさあ、今回はどんなメールが来ているのでしょうか。やったー、おはがきできた。嬉しいよね、みんなのなんか字下のね、文字が見れると、あ、こういう感じで字書くんだみたいな、本当にそう思うんだよね、可愛い字とか。豆知識、ラジオネーム、ストロベリークロワッサンアントワネット、外国の方かな。マモ、マモ版は、マモ版は、マモはアマオー、おー、かっこ別名福岡 S6 号。別名硬いな別名硬いわ。といういちごの品種知っていますか。知っていますよ。なぜアマオーという品名になったのかというと、もう甘さのキングを目指すってことじゃないのね。もういちご界の王様みたいな、違うの、なったかというと、あ、赤い、ま、丸い、お、大きい、う、うまいわ、ひっくるめたんだね、うまい、の頭文字から来ているそうです。もし食べたことがないのなら本当に美味しいので、ぜひ一度食べてみてください。へえ、あ、でも結果だから王様というものにもかけてるんじゃない、こういうのって。うんねえ、甘いも王もない、本当だ本当だ、甘い王様じゃない、赤いうまいやつだ。甘い王様じゃない。なんかこれ赤いうまいな。大きいし丸いしうまいって。へえ、面白い。知らなかった。ありがとう。ストロベリークワッサンアントワネットさん。外国の方かな。ラジオネーム、あ、いいですね。パフさんからいただきました。別に、はい、あれですけど、マモ知っていますか、知っていますか、なんだろう。鼻の下から唇にかけてくぼみがありますが、そこは何のためにくぼんでると思いますか。え、なんだろう。あ、汗が直接こう口に入らないように。あ、でもそし、あ、ま、鼻水が垂れた時にここを通ってくださいっていう結果もう変なところ垂れちゃうんだけど、あの人体の気持ち的には、あ、もうここ通ってくださいっていう、せめてものガイドを作っていたのに、鼻水の野郎は全然こうそこを通ってくれないみたいな、せめてものガイド、違うんですか。さあ続き読んでみましょう。実は、答え合わせいきますよ。実は何の意味もないんです俺何をさ、真剣にせめてものガイド、鼻水がさ、せめてここ通ってくれじゃねえば、何の意味もないんだ。お母さんのお腹の中で体が形成されていく段階で自然とくぼみができるんです。みんな同じようにってこと。それはでも何も意味もないかもしれないけど、人体の不思議ではあるよね。あ、ここ妙にくぼんでる人いるなとかさなんか特徴になってるからさ、意味ないことはないよね。だから表情を作るための神様がくれたくぼみだよ。何がせめてものガイドだよ。豆知識、ラジオネームカンバラヤさんからいただきました。宮野さん、大正5年の大晦日は存在しないのです。以上ですどういうこと。急に何、31だけなくなっちゃったの。昭和5年だけどっか行っちゃったの。
しわすっつってしわすっつってなんか走っていっちゃったの。どういうことだろう。なこれだけ送ってきたから答え合わせも何もできない、ということでミステリーでした。答えを知ってる方はぜひ答え合わせの係まで大正5年大晦日ないの係まで、ということで今日も時間なので以上。あじゃあさもうさマモ知ってたら終わるっていうシステムをなくさない。あいろんなパターンがあるのね。あわかりました。あマモが知ってたら終わるっていうのももしかしたらね1枚目であるってことになっちゃうかもしれないから皆さんお気をつけくださいってことね。ありがとうございます。それでは引き続き待ってますよ。よろしくお願いします。そしてここからはあーから始まるグッドワード、今日はたーから始まるグッドワード、さあグッとくる言葉をほんとグッとくるやつお願いしますよ。誰も何も言ってくんないの俺の。うわマモラジネームハズキさんからいただきました。タから始まるグッドワード、鉄板。そら今公開中ですから本気でやりますよ。それはこれね舞台挨拶の時にみんなでこう颯爽登場銀紙少年タウバーの振り付けをみんなでやったんです。一緒に楽しかった。さつき、ラジオネームリカツンさんからいただきました。これはもうこの番組が大好きな方から、タから始まるグッドワード、玉様コマ君のために作ったんだ、よかったら一緒に回さない。フリークですね。玉様フリークの方から玉様コマ作ったんだ。グッと食いますねこれね。はい、お、いいですよ。村人 A からいただきました。タから始まるグッドワード、単語作なんかよりオーラを選んでくんろ、絶対幸せにすっから。どこの方言なんだ。どこの方言なんだろう、してくんろって。昔話みたいな感じ、と思って検索したら真っ先に、あこの方がねしてくんろってどこの方言なんだろうと思って検索したら真っ先に埼玉弁当出てきた。あうちのしてくんろってうちの方言ですか。なんかすいません。こんな感じですいません。なんかあそうですか、昔話みたいですね。へえ、本当だ、かぼち村の人みたいになっちゃいますね。かぼち村って言っても分かんないでしょ。ラジオネーム毒舌マーコさんからいただきました。おー、グッときますね。タから始まるグッドワード、大切なことだから君の口から聞きたいんだ。なんでしょうね、なんでしょうね、なんでしょうね。グッとくるしドキドキしちゃう。これこの先もね、毒舌マーコさんぜひ続編を。あ以上た、どれがいいかな。今回はいいの勢ぞろいだね。単語作でいきますか。単語作なんかよりオラを選んでくんろ、絶対幸せにすっからに決まりました。来週はですね、チをですね、募集したいと思いますので皆さんよろしくお願いします。待ってます。アニメのインフォメーション、ここでアニメのミックスからのお知らせです。アニメのディアガールオリジナル乙女ゲーム明治東京連歌スマホアプリ化記念の無料ライブ壁紙が好評配信中です。森鴎外など明治時代のイケメン文化人たちとアンドロイドでも一緒、ダウンロードは公式サイトからめいこい .jp に今すぐアクセス、今すぐチェックしてください。
アニメのないラジオアニメのミックスのコーナーでは、毎週ラジオ放送後にあから始まるグッドワードの着信ボイスの配信と収録写真の掲載を行っております。携帯サイトではおまけコーナーミヤビマモルのラジオアニメのミックスミヤビングも聞けますよ。アニメのミックス A は携帯 Android 端末からアニメので検索してアクセスしてください。アクセス待ってます。宮野真守のラジオアニメのミックススターリング、お別れのお時間でございます。大正5年の大晦日って本当に出てこないんだって、今調べたら。すごいね、本当にミステリーなんだ。じゃあ皆さん、大正5年の大晦日係にもね、いろいろ情報をお待ちしておりますのでねこのミステリーを一緒に解いていきましょう。真実はいつも一つ。この後は神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズでお楽しみください。この番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは、ラジアニアットマーク JOQR.net、 おはがきは1レゴの発生に文化放送宮野守のラジオアニメミックススターリング係、お便りお待ちしております。今日はここまで。お相手は宮野守でした。バイバイ。宮野守のラジオアニメミックススターリング、この番組はアニメ総合エントリーサイトアニマルミックスキングレコードの提供でお送りしました。本気でやりますね。さっさと登場。二人だけの世界へ落ちてゆこう。